マスタートです。こんばんは。えー、ニュースユンタクの時間となりました。えー、今日は土曜日ですね。えー、もう、えー、もう八時三十二分三十三分ですね、えー。いつも拝聴させていただいています。新防衛研究チャンネル。一時間前ですね、えー。ウクライナ選挙一月二十八日午前第時ということで、えー、戦車の次は戦闘機か。早くも戦闘機供与が話題に。えー、で昨日が えー、ロシア軍バクムト地域だけで1日1個大体の戦力を創出ということで今日の選挙報告でも、えー、だいぶバクムトの方で、えー、ちょっと勢いが収まったということで、えー、損失が補充を間に合わないということで、えーえー、ロシアは相変わらず力をしていってますね。はいえー、それと「ト o t s t v ですね安全保障に詳しいトッサン TV「ト o t s t v えー、これは14時間前ですね、えー、ロシア GDP 予想、えー、よ,よりも下がらずでも中身はガタガタですねワグネル囚人に拒否られる、えー、アメリカもワグネルを国際テロ組織に認定してますね26日かな先ほどありました、えー、そして「トサン TV」は1日前で、えー、次は西側戦闘機情報ドイツレオパルト確定 えー、エ,イエイブラムス確定、そして F16、えー、レオパルトについて、あえー、カナダもおトルドー首相ですから、ね、カナダもウクライナに、えーまあ、4両ぐらい、えーえー、提供のおおしたいということを、そういう、まだ決定ではないですけど、そういうニュースがあー上がっていきました、はいえー。ニュースですね、ウクライナニュース。 えー、常年司さん、んえー、先にネッ,トネット大使ブルーさん、えー、これは7時間前ですね、えー、ロシア軍大攻勢、えー、最強戦車投入へ、えーえー、ウクライナ軍、うん、壊滅危機と思いや超ポンクツで生産停止かついにロシア戦車壊滅危機ということで、えー、そういうサムネが大々的に上がっています。えー ネット大衆ブルーカラーさん米国ウクライナ軍へ改良型 MIA2 を供与ドイツレオパルト2供与を前倒しウクライナ軍春季春の期ですね領土奪還丸々に間に合う可能性報道ですねロシア軍最新鋭アルマータ TG4 の投入の可能性ということで えーまあ、詳しくネット大収集ブルーカレさんも報じてますね、えー。また、昨日の1日前ですね、えー、ブルーカラーさん、えー、プーチン政権敗北予兆、ウクライナ軍戦車あ1600台進撃、クレミンナ、ロシア軍孤立状態下、ウクライナ軍反撃、東部で、えー、前、えー、と昨日のうが1日前ですね。 ウクライナ軍戦車保有ダイスロシア軍と互角化ロシア前大統領ロシア十分な○○があるロシア軍東部で全米分析ですねこのようなウクライナ女性にかけて各ネットで報じられています。年司さんの、 えー、ニュースのトラ側は、あ、えーっとまあ、昨日もお伝えしましたけど、1日前ですね、ウ、えー、クライナへのレオパルト2、M1、えー、エイブラムス共与で、対、えー、ロシア戦で激変化なぜ戦車が必要なのかを解説、えー、これは渡辺元陸将に聞く、ウクライナへのレオパルト2、えー、M1、エイブラムス共与で、えー、対ロシア戦で激変 なぜ戦車が必要なのか、えー、作戦上の役割などについて解説ということですね、えー、一読、うん、目を通していき,いきたい、えーえー、ニュースですねはい、えー、このあと、えー、まあ僕らウクライナを少し、えー、更新されてませんねえー、とこれが1日前で、えー、日本からだるまが届いたので メンバーと一緒に命令してみたそれと4日前が日本からアンナが会いに来てくれました、えー、最近のうロシアがまた今日はだいぶウクライナにミサイルを売ってますねだいぶ誘惑してますけどニュースで、えー、先ほどウクライナに、えー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 、ウクライナにミサイルがと。 ウクライナに売ってますね。はい。えーえー、ちょっとタブレットで、えーえー、ニュースのチェックをしてます。えー、ではニュースの、じゃあトップニュースからニュース、トップニュースは、はい、えー、っと、トップニュースはまだ、えー、画面出てきませんね。トップニュース、えー、まあ、大雪ですね。 これ4日前でお行き、えー、また、えーえー、これはコロナですね、えー、これはあまあその前に、えー、1時間前、えー、これ、えー、MBS ニュースですね1時間前ですけど解説、えー、まあベイトドイツが主力戦車を供与 ウクライナ戦力は飛躍的に増加クエスチョン、えー、解説ゲームチェンジャーになり得るかクエスチョンドイツ戦車ーレオパルトで、えー、ウクライナ奪還地域はということで、えー、ですねそれとお、まあ、コロナに一滴、えー、って、2時間前ですね東京で新たに4515人感染ということでこれはテレ東ビズですね2時間前東京で新たに4515人ですね、えー、それと、 国内今あ、多発してました、関東での強盗殺人ですね、えー、これ2時間前ですね、テレトビズで、えー、ルフィ、前の指示役は死んだということで、えー、ルフィですね、いろいろと SNS を使っての犯罪、組織犯罪ですね、はい、それと犯罪で、えー えー、4日前ですね、4日の前でその関連で、えー、強盗の方がコスパがいいということで詐欺グループがあーシフトかあ相次ぐ強盗、窃盗事件、なぜということで4日前ですね、N ニュースチャンネルですね、えー、詐欺グループが、まあ、強盗ですね、えー、強盗、ちょっと凶悪になってますね。えー 強盗の方がコスパがいい、詐欺グループがシフト化、相次ぐ強盗、えー、窃盗事件、なぜということで、えー、これは、AN、N、えー、ニュースですね、えーえー、男に4人を逮捕されてますね、4人、えー、これも4人逮捕されてますね。 えー、これはまた、えー、それに関連してかどうか分かりませんけど TBS ニュースで1か月前ですね、えー、追跡1回8万円闇バイトということで、えー、これはまたああ調査報道おこれは TBS ニュースですね FBI 捜査官が警告、えー、世界的サイバー犯罪がついに日本で 闇バイト追跡で判明した最新 SIM スワップ詐欺の手口ということですね、えー、いろいろ現代の、えー、これですねこれとまた3週間前ですけどえー、っとキラキラトレーダー系、えー、キラキラ生活に憧れる若者を勧誘被害者や元を語る実態 に張り込み直撃取材すると取材した形ということでこれ一1月4日ですねえー、これはまた MBS ニュースですねえー、まあそういう,うことがああ、えーえー、今の現代の風潮ですねはいえー、あとえー 政治1時間前で政治ですね。AN ニュースチャンネルで、児童手当の取得制限撤廃、自民政調会長、検討の価値あるということで、児、え、童、ー、手当の制限撤廃、えー、おぎゅうだし、えー、検討の価値があるということで、えー、報じられています。AN ニュースですね。はい、えー、ウクライナ、そして、えー、またコロナ、また、えー、この、 えー、関東で、まあ、日本全国で多発している、うん、強盗殺傷事件ですね、はい、4人ほど逮捕されてますけどはい、えー、それとこれまた5時間前ですかねこの昼のニュース、えー、これはまた、えー、7人死亡報復テロかエルサミン郊外の礼拝所で発砲を受けたとですね。えーまたあ 6時間前ではこれは ANN ニュースですね、えー、6時間も海外ですけど深層ニュースで、えー、日テレニュースですね、えー、韓国社会に衝撃、えー、韓国6組北スパイ疑惑でなわれる、えー、事件ですね長期、えー、韓国でもなんかスパイ北朝鮮の高学歴実態は韓国6組北スパイ疑惑ですね、えーえー これはですね、えー、これは韓国、うん、社会に衝撃、えー、労,働この労組幹部が北工作員と接触、えー、地下組織構築家、野党トップにも疑惑、イ政権の真の狙いはということで真相ニュースですね、はい、えー、まあ韓国の労働組合、北スパイ疑惑、強制捜査ですね、韓国メディア。 韓国の警察関連機関、北朝鮮のスパイ活動の分析ということで、えー、また動きがありますね。はい、えー、土曜日ですね、えー、土曜日、こちらも寒かったですね、夕方、えー、一度,、うん、で度、昼間2度になったんですけど、また夕方0度になったですね、雪がちらちらと舞いましたけど。 寒さが厳しいですね。ウクライナ情勢。えー、まあバクモットではロシア軍が力押ししてますけど、まあその消耗が保持を追いつかないということで少し勢いが収まったということを新防衛研究チャンネルがあ報じていましたけど、まだまだ厳しい状況ですね。えー、まあウクライナが整えて戦車を整えて攻撃に出る前に。 ロシア軍も総動員をかけて50万ですね、えーえー、ベラルーシで訓練を受けたその、えー、部隊がロシアに戻ってきたということで、えー、ロシアはベラルーシで訓練をして、えー、そして、えー、ウクライナに送る、うそういう手順をしているという,うニュースも上がってきました。 ウクライナに平和、また、ウクライナの完全な主権の回復をクレミアも含めてですね、ウクライナからロシア軍の撤退を、はい、こういうことをもっとに掲げていただきます。マサトのこのニュースユータク、また、このマサトのチャンネル登録、またコメント、また、いいねボタンとよろしくお願いいたします。次回のニュースユータクでお会いいたしましょう。シシンです。パチブルジシャャロロム、シャロム。